陣内隆の陣内隆のは日本の俳優、歌手、タレント、司会者、映画監督、本名同じ、J オフィス所属、福岡県大川市出身、妻は陣内エリコ、実家は家具の生産量日本一を誇る福岡県大川市で婚礼家具などを製造する木工所、陣内木工を営んでいた。三兄弟の長男として生まれ、祖父母、両親、 弟、妹、親戚、住み込みの弟子を含めた34人の王女体で育つ。子供の頃から成績は優秀で、中学受験で佐賀大学教育学部付属中学校に進学する。高校は地元福岡の西南学院高等学校に進学。中学時代の同級生には、元佐賀県知事で衆議院議員の古川康氏 高校時代の同級生には、糸島市市長の月形雄二がいる。俳優の池松壮介の母とは、実家が近所の幼馴染みで、父とも高校の同級生だった。福岡にライブハウスが多かったこともあり、陣内も高校時代からザ・ロッカーズのボーカルとしてバンド活動をしていた。5年間のアマチュア活動を経て1980年に、音楽プロデューサーの上野義美に、 博多でスカウトされ、メジャーデビューを果たす。当時は、桑名正弘の前座としても活動していた。状況のきっかけは、ザ・ベスト10で同郷の先輩の大川栄作がダンスを担いで出演したのを見て、俺も何かせんといかんと決意したからである。福岡時代からメンバーは、仲が良く、状況後は、立川の米軍ハウスを借りて、共同生活をしていたが、 次第に仲違いするようになり1982年に解散。1984年にソロとして香港映画五福星の主題歌を担当。上映記念で武道館で行われたイベントに出席。主題歌でカラオケで配信されているのは B 面の踊れエンジェルのみである。その後、本格的に俳優に転身するが、音楽で食っていけるんなら音楽を続けていたかったが、 そういうわけにもいかなかったので、俳優をやっているとも発言している。ロッカーズ時代にルースターズの大江真也、池畑淳二らも出演した、爆裂都市バーストシティが、俳優デビュー作。バンド解散後、役者に転校。転校後は、浅野優子らと共にトレンディドラマに出演して、顔が知られる。その後は、途切れることなく多くの映画や、テレビドラマに出演し続けている。 1987年、梶じ俊一監督の映画、超賃に主演し、ブルーリボン賞と放置映画賞の主演男優賞を受賞。三上博史、柳葉敏郎からはボスと呼ばれており、いつの間にか一般的に広まりボスの愛称が定着。コミカルな役から重厚な役まで様々な役を演じるが、実際は表近な性格で、バラエティ番組にも積極的に出演。 お笑い芸人のみに喋るチャンスを伺っており、笑いに非常に貪欲である。私生活では1987年に、私生堂キャンペーンアイドルグループのシャワーの元メンバーで、モデルの秋山恵里子と結婚。陣内の実家が婚礼家具を作る木工所だったこともあり、結婚の際に妻は陣内家の親族からタンスを叩げるか問われている。ちなみに、陣内の母も大柄で常に、 父親からは、でかい女と結婚しろと言われていた。2018年には、いい夫婦パートナーをオブザイヤー2018に選ばれ、結婚会見以来31年ぶりに夫婦揃って、メディアの前に登場した。妻との間には、息子が二人おり、長男は、フジテレビに就職し、情報プレゼンター特だね。などのディレクターをしている。陣内紀美子とは遠赤であることが、 関西テレビの単発番組、人内屋で共演を果たした際に判明した。荒井由美の卒業写真が嫌い。これは喫茶店で高校生の時に交際していた女性が東京の大学へ進学するために別れようと言われ、人内が必死に説得し、彼女が納得しようとしたその時、卒業写真が流れ、彼女が卒業写真の歌詞を 自分の今の状態に投影してしまい、結局陣内はその女性と別れてしまったことが原因となっている。売れてなかった1980年代中期頃、ディレクターからアイドルの曲を書かないかと誘われる。そのアイドルとは、おにゃんこクラブだったが、自分はロックミュージシャンだという主張から、アイドルに曲なんか書けるわけないとその時は断った。しかし、自分の友人のミュージシャンが、 おにゃんこに曲を提供したところ、陣内曰く、急に外車とか乗るようになったということから、失敗したとすぐに思い直して、おにゃんこへの楽曲提供を願い出て、おにゃんこ初のユニットの後ろ指刺さ,され組に、上手な恋の飲み方と、天使のアリバイの2曲を提供した。その結果本人曰く、バンドの時より多く印税が入ったとのことである。競馬には、非常に強い関心があり、 日本中央競馬会に登録の場所として自身も競争場を所有している。所有場、菊次郎が2008年5月4日の第2回東京競馬第4日の第3競争の3歳未勝利戦で初勝利を挙げた。表彰式では菊次郎と先で着用した発表着て相馬の口取りを行った。また、 当日京都競馬場で開催された第137回天皇賞に優勝したアドマイアジュピタの母、ジェイズ・ジュエリーも所有馬であったため、陣内にとっては嬉しい1日となった。オリジナルアルバムベストアルバム主演は、ふと字表記。ありがとうございます。